伊達政宗の祖母は奥州一の美女、久保姫。嫁ぎ先をめぐって軍を動かすほどの美姫だった？歴史の細道、案内人の沙織です。今回は奥州一の美女、久保姫について紹介していこうと思います。周囲の人が嫁ぎ先をめぐって争うほどの美女。なのに、あまり知名度がないように思える久保姫。奥州一の美女だったと言われますが、お市の方、淀殿、小松姫、ガラシャなどの有名どころに比べると知らない人も多いのではないでしょうか。今回はそんな久保姫について取り上げます。美しさゆえに一波乱あった久保姫の結婚、結婚後の子だくさんっぷりなど、意外と興味深い女性です。久保姫とは、久保姫は大永元年1521年生まれ。父は岩木氏十五代当主の岩木重隆で、陸奥国大館城の城主でした。久保姫の妹には佐竹義明の妻になった女性がいます。夫の伊達晴宗が亡くなった後は出家して最小院と号し、通称杉目御前、えくぼ御前と呼ばれたそうです。六眼流で知られる伊達政宗は久保姫の孫にあたります。奥州一の美女。この久保姫、奥州一の美女と誉れ高い女性だったようです。えくぼ御前と呼ばれたと紹介しましたが、えくぼ御前とは、つまり久保姫の笑った顔にえくぼがあったということでしょう。江戸時代に成立した医師の戸部正直による奥羽永慶軍記によれば、久保姫は幼い頃から色白でえくぼが可愛い女性だったようです。そのあまりの可愛さからえくぼ御前と呼ばれるようになったとか。しかし、えくぼがあって可愛いとは、見るポイントは現代とあまり変わらなかったのですね。嫁ぎ先をめぐって軍事的争いに、幼少期の可愛さそのままに美しい姫に成長した久保姫。戦国武将の姫なので、当然結婚は政略結婚です。父の重隆は当時勢力を拡大しつつあった伊達氏及び伊達と縁戚関係を結ぶことで力をつけた田村氏、相馬氏の三氏に対抗するべく、名門白川雄貴氏の結城義綱と同盟を結びました。長女の久保姫は義綱の嫡男、春綱の妻にしようと考えたのです。これで万事滞りなくとはいかず、今度は伊達氏の方から久保姫を春宗の嫁に欲しいと言ってきたのです。相馬秋田を通して伝えられたようです。これに対し重隆は、もう春綱との婚約が決まっているから無理だと、これを断ってしまいます。これも伊達側の策略の一つだったのかもしれませんが、久保姫をどこへ嫁がせるか、これが争いの火種になってしまったのです。一人の姫をめぐって軍事衝突に発展し、結城、岩木氏側は伊達、相馬、二階堂、石川、芦名氏らに敗北。結城氏は嫁になるはずの久保姫を奪われるだけでなく、所領の一部まで奪われてしまったのだとか。結局重隆は久保姫を伊達に嫁がせるしかなくなったようです。久保姫を手に入れたい伊達晴宗、腰入れの道中を狙い略奪婚。久保姫の結婚をめぐる騒動は諸説あり、有名でより面白いのはこちらの方ですね。久保姫を晴宗の嫁にと望むも、重隆に断られてしまった後、当の晴宗は、はいそうですか、残念と黙って引き下がる男ではありませんでした。重隆が、晴宗は武田家しいから嫁がせたくないと言ったという話もありますが、本当に武田家しかったらしいのです。久保姫の美しさを噂に聞いていた晴宗は、何としてでも久保姫を我が物にしたかった。そこで久保姫の腰入れの行列を狙うことにしたのです。軍勢を率いて待ち構えていた晴宗は行列を襲撃して
久保姫を強引にさらいます。そしてそのまま久保姫を自分の妻にしてしまったというのです。この説では嫁をもらうはずの結城氏側は突然のことで対応が遅れ、慌てて軍勢を連れて久保姫を奪還しようとするも、結局は伊達に敗北してしまったということです。夫婦仲は良好、実家との関係も修復。美人だと噂に聞いただけで久保姫をさらった春宗、実際に自分の目で見た久保姫は本当に美しかったのでしょう。そうでなければ強引に誘拐するようなこともなかったでしょう。とにかく春宗の方では久保姫を気に入ったのでそのまま連れ帰りました。では久保姫自身はどうだったのか。ここまでは父に従って腰入れ先に向かっていた久保姫、突然わけのわからない男に行列を襲われたら拒絶するなり自ら命を絶つなり、武家の娘ですからそういうことも考えられるでしょう。しかし久保姫はそうしなかった。どうやら久保姫の方でも春宗を気に入ったようなのです。抵抗せずそのまま結婚したのは、久保姫も春宗に一目惚れしたからかもしれません。さて、結城氏との同盟のために娘を嫁に出そうとした父重孝は当然この状況に激怒します。怒りはすぐには収まらず、久保姫を感動してしまったという話もあります。そうでもしなければ体面を保てなかったのでしょう。久保姫はどうか結婚を許してくださいと再三許しを請う文を父に送っています。突然さらわれた身でそこまでするかと思いますが、なんとか父との関係を修復したかったのでしょうね。この後久保姫は嫡男を実家の岩城家へ養子に差し出すことで父と和解しました。娘を略奪されたとはいえ、相手は勢力を拡大している伊達の人間、重孝としても伊達とつながりを持つことにもメリットはあったのでしょう。久保姫は子沢山だった。久保姫が春宗にさらわれて結婚して正室になったのが天文10年1541年のこと。久保姫19歳の頃でした。夫婦仲がとても良かった久保姫と春宗、結婚してすぐ同年中に長女のお波姫が生まれています。ちなみにお波姫についてまとめた動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。その兄には岩城の養子となった近隆がいるとされていますが、近隆が兄だとすると久保姫と春宗の結婚はもう少し前だったのかもしれません。美貌の久保姫を妻にした春宗は他に側室を持つことはなく、久保姫一人を正室として大事にしました。二人はいつまでも仲睦まじかったようで、久保姫は六男五女に恵まれました。子供が11人というとかなり子沢山ですよね。戦国時代の子沢山で有名なのは前田利家の正室松、高春院で結婚してから21年間で二男九女を産みました。松が最初の子を産んだのが満11歳11ヶ月の時、結婚するのがとても早かったため多くの子供に恵まれたとも言えますね。久保姫も松と同じく11人の子供を産みました。松とは違って最初の子を産んだのは19歳の時です。これはかなりすごいこと。末っ子の杉目直宗が生まれた年は不明ですが、その上の子である国分森重が生まれたのが天文22年1553年のこと。長女とは12歳しか年が離れていません。つまり久保姫の出産の間隔はかなり短く、毎年のように出産していたということでしょう。これも春宗は脇目も振らず久保姫を大切にしていたようです。どれだけ愛情を注いでいたかがわかりますね。政宗とのエピソード、最後に孫の政宗との関係について一つ。政宗、幼名梵天丸は
幼少期に天然痘にかかり、右目を失明してしまいました。母義姫は失明して片目をなくした梵天丸を遠ざけ、次男の小次郎の方を溺愛するようになったという説があります。この時塞ぎ込む梵天丸を慈しみ励まし、養育してそばで支えたのが祖母の久保姫であったといいます。このため政宗はおばあちゃん子だったのだとか。久保姫は晩年政宗の世話になりながら暮らしたそうです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。